35年は安保改定や池田内閣が生まれてからの総選挙など動きの多い年でしたが、この年はまた自衛隊にとっても創立10周年を迎えての記念すべき年でした。この1年のいろいろなニュースを通じて育ちゆく自衛隊の姿を振り返ってみましょう。まず1月に防衛庁の庁舎が東京霞が関の官庁街から赤坂日の木町に移転しました。ここには防衛庁の内部部局、陸海空の各幕僚幹部などの建物が並び、自衛隊の頭脳とも言うべき総合庁舎の姿を整えました。さて、新しい年を迎えて各地の陸海空各自衛隊は新たな決意で仕事始めを行いました。これは茨城県霞ヶ浦の陸上自衛隊第一ヘリコプター隊の初飛行です。34年秋の伊勢湾台風の災害に大活躍したこの部隊の隊員たちは H19 型ヘリコプターを操って鮮やかな編隊飛行を見せました。こうして新しい年を迎えた自衛隊は国土を守る体制を改め、1月から陸上自衛隊の編成が北部、東北、東部、中部、西部の5つの方面隊に分けられました。そして東部方面総監部の会長式が3月20日赤城防衛庁長官を迎えて東京市ヶ谷駐屯地で行われました。式の後観閲行進が行われ会長を祝いました。一方、この年も自衛隊の装備近代化は着々と進められました。4月7日には陸上自衛隊の2種類の駐特車が出来上がり、東京下丸子の新三菱重工で引き渡し式が行われました。この新駐特車は日本の国土に適するよう研究され、強力な90ミリ砲を積んでいます。式の後の試運転では水中を走るなど優秀な性能を見せました。4月8日にはアメリカから購入した航空自衛隊の空対空誘導弾サイドワインダーが岐阜基地で初めて公開されました。 F-86F の翼の下に取り付けられたサイドワインダーは自衛隊初めての誘導弾として参観者の注目を集めていました。海上自衛隊でもアメリカの域外調達で作られた新鋭警備艦テルズキの引き渡しが2月29日神戸の新三菱造船所で行われました。テルズキは姉妹艦秋月と並んで総トン数2350トン時速32ノットのスピードが出るほか、5インチ砲、魚雷発射装置、対戦兵器などを積んでいる最新式の警備艦で、引き渡し後は自衛艦隊の旗艦となりました。また戦後初めての国産潜水艦親潮もこの年出来上がり、6月30日川崎重工業神戸造船所で防衛庁に引き渡されました。今井事務次官から親潮の艦長に歓喜の授与。そして全乗組員の敬礼のうちに歓喜が掲げられ、ここに親潮は正式に海上自衛隊の所属となりました。この親潮は排水量1100トン、水の中でも19ノットというスピードを出すことができます。何回も繰り返された潜水テストにも良い成績を収め、海上自衛隊の新しい威力となりました。
うした装備の補強とともに、人員の面でも将来を担う人材の養成が続けられ、3月19日には神奈川県小原台の防衛大学から第4期生463人が卒業しました。卒業生の一人一人に牧校長から卒業証書が手渡されました。そして卒業生代表が立派な自衛官となることを誓いました。式のあと卒業生は父兄たちと喜びを分かち合い、自衛隊幹部への道を踏み出しました。民間への協力援助は自衛隊の大きな使命の一つですが、34年秋の伊勢湾台風災害に際して人命救助に復旧にと大活躍を見せた陸海空3自衛隊に対し、総理大臣防衛庁長官の表彰が3月9日防衛庁で行われました。伊勢湾台風の災害には自衛隊の人員延べ75万、車両延べ9万台、航空機延べ1800機、艦艇延べ3500隻が出動し、民生協力の進化を発揮したものとして長く記憶されることでしょう。防衛庁は32年から東京とか新島にミサイル試射場を作る計画を立てましたが、その条件の一つとして村に約束した本村若郷間の都道建設が6月から自衛隊の手によって始められました。工事にあたった陸上自衛隊第一建設軍の隊員たちは、島民の賛成反対の空気に挟まれながらも、ブルドーザーなど持ち前の機動力をフルに発揮して黙々と工事を進めました。東京都の委託によるこの工事は、島の東側の崖に岩石を削って作り上げた難工事で、8月9日に村に引き渡されるまでわずかに2ヶ月で完成し、自衛隊の機械力の素晴らしさを示し、島の人々から感謝を受けました。海上自衛隊の年中行事となった遠洋航海訓練が、この年は第4回としてアメリカへ向けて行われました。5月18日、機関雪風以下5隻の遠洋航海隊は、乗組員の家族などに見送られ、海西の芝浦岸壁を出発しました。この遠洋航海隊は、ハワイ、ポートランドなどアメリカの各地を回り、訓練と国際親善の任務を果たして、7月22日、無事帰国したのでした。7月、第1次池田内閣が成立し、それとともに防衛庁も江崎新長官を迎えました。江崎長官は就任後、各地の駐屯部隊を視察しましたが、7月28日、浜松の第一航空団基地を訪れました。そして F-86D ジェット戦闘機や各種の装備などをつぶさに見て回りました。8月24日、池田総理大臣は江崎新長官をはじめ、林統合幕僚会議議長、陸海空の3幕僚長を東京永田町の首相官邸に招き、自衛隊の現状について報告を聞きました。自衛隊の制服幹部が首相に招かれたのはこれが初めてです。
近代戦研究の一助としてロケット砲、機関銃などを装備したヘリコプターと特車を使っての演習が7月13日東富士演習場で行われました。ヘリコプターのロケット攻撃、また煙幕の噴射などその多彩な活躍ぶりを披露。地上では特車と徒歩部隊とが一体となってヘリコプター部隊を迎え撃ち、近代戦の一端を覗かせた演習でした。航空50周年を記念する航空ページェントが9月18日東京の羽田空港で華やかに繰り広げられました。50年前、徳川大尉の操縦で初めて日本の空を飛んだアンリ・ファルマン機をはじめ、航空自衛隊、アメリカ空軍の各種飛行機が展示されました。午後からは航空自衛隊第一航空団の F-86F 戦闘機5機によるアクロバット飛行が初めて一般に公開され、大空狭しと妙技を展開、およそ10万の参観者を魅了しました。いろいろの出来事、行事のうちに自衛隊創設10周年の記念行事の準備が進み、自衛隊記念日の11月1日東京神宮外苑では観閲館に池田総理大臣、多数の来賓と都民を迎えて観閲式典が行われました。整列した隊員を前に池田総理大臣は次のように訓示。私はこの機会に隊員諸君がその崇高な職責に対する認識を新たにし、厳正なる規律のもとに強固なる団結を堅持し、心身の錬磨を怠らず不断の教育訓練を通じて盛況な自衛隊建設のためさらに一段と精進されることを希望する。続いてこの日のハイライト、観閲行進に移りました。防衛大学の学生をはじめ空挺部隊、正面自衛官、婦人自衛官など陸海空の精鋭およそ4000名が整然たる大行進。空からは航空機122機の観閲飛行です。さらに建設部隊の車両群、特車、特化などの機械化部隊も堂々の行進を行い、自衛隊10年の成長ぶりを見せました。一方、大阪でも同じく1日の朝、中部方面隊の記念式典が城東公園で行われ、池の総監の訓示の後、観閲行進に移りました。第三管区隊の主力およそ1500名に、航空機、特車など多数が参加した華やかな行進でした。11月2日には海上自衛隊の観艦式が東京港羽田沖で行われました。
関越艦江崎防衛庁長官を乗せた機関秋月は、雨の海上に並んだ自衛艦隊を主力とする45隻5万3000トンの艦艇を巡閲しました。魚雷艇も攻撃隊形を披露。また艦列の中には国産潜水艦親潮の姿も見られました。あいにくの雨のため航空機の参加は取りやめとなりましたが、海上自衛隊8年の充実ぶりを余すところなく見せてくれました。艦閲式、艦艦式などに前後して自衛隊音楽隊の街頭行進、一般都民の体験飛行、各基地の一般公開など数々の記念行事が繰り広げられました。これは10月31日から東京の神宮外苑で開かれた記念行事の一つ、自衛隊の防衛武器展示会の模様です。このあと11月20日の総選挙を経て、12月初め第2次池田内閣が成立。防衛庁長官も江崎長官から西村長官へと変わりました。西村新長官は12月26日東京練馬の陸上自衛隊第一管区隊の駐屯地を視察しました。新長官を迎えて艦閲行進が行われ、普通科部隊に続いて特科部隊、特車部隊が敬意を表しました。秋の多彩な行事に続いて、海に陸に空に大規模な演習が相次いで行われました。海上自衛隊は11月12日から自衛艦隊を主力とした艦艇60隻、航空機35機が参加し、本州南方の海域で沿岸警備、船団護衛など一線に即した演習を行い、多くの成果を収めました。また陸上自衛隊は11月18日から大分県の比重台で西部方面隊第4管区隊と第8混成団の対抗大演習を行いました。参加人員1万4000名、車両2500両、それに空挺部隊、航空機も加わるという大規模な演習です。最終日の11月21日には、比重台を守る第8混成団に対し、第4管区隊が総攻撃を行い、大攻防戦を展開しました。九州を防衛する西部方面隊の大演習は、4日間にわたって日頃鍛えた自衛隊の実力を遺憾なく発揮しました。海上、陸上のこうした激しい演習に負けじと、航空自衛隊も連日日本の大空に訓練を続けています。
日々の訓練のうちに、自衛隊は記念すべき10周年にあたる昭和35年を送りました。自衛隊は今後も課せられた任務と国民の信頼に対し、黙々と訓練に励み、国土防衛に、災害派遣に、民生協力に、なお一層の努力を続けていくものであります。